吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今日はいい天気ですが、第46回の町田市農業祭、農産物品評会の会場に、やってきております。都知事賞がある、そして市長賞がある、議長賞がある。私も議長在に、自分の議長賞の分の出来栄えがどんなかなという大きな興味を持ったところであります。農業委員会の会長賞などたくさんの賞の作品が並んで、作品と言っていたと思いますけど、そうしたものが並んでいる会場です。そしてこの反対側にはたくさんの出品作がありますが、この今年の出品作自体は少し少なめだそうであります。非常にこの天候不順が続いたということがありますし、この水害の影響もいろいろあったということで、そうした影響が出ているんだろうと思います。また最初の皆さん方には大変だったということを改めて述べさせていただきます。この都知事賞はキャベツが出ております。市長賞は大根、3本の大根があります。そして議長賞は株の作品、農業委員会の会長賞はネギでありまして、こうしたものが今日確かこの後販売をされると思いますが、大勢の人たちの人気が出るんだろうというふうに思っております。こちらは会場の中でして、たくさんのものが出品をされております。農家の皆さんが丹精込めて作り上げた農産物です。町田市の農産物です。大勢の皆さん方に親しまれるよう、皆さん方さらに頑張っていただきたいと思います。吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤でした。終わります。